お笑いコンビ、ハリセンボンの近藤春菜が12日、アメーバオフィシャルブログを更新、私の周りの人は料理うまい人がたくさん、いい女たちです。と、女優の水川あさみや森谷環奈、吉高由里子、タレントのベッキーらの名前を挙げ、大絶賛した。写真、近藤が公開した手料理写真鮭2切れ、アボカド丸々1個も、一人で食べれるもんだね。近藤は、いいねや温かいコメントありがとうございます。とファンに感謝し、ファンからの、水川さんや森谷さんに手料理を食べさせたことがあるのか、という質問に対して、あんまりないかなぁ。なぜなら、私が手料理食べに行くことが多いから。二人とも料理がべらぼうにうまいので、二人が作ってくれるときに私がやることといえば、腹を減らすことなのです。ありがたいよねー、と答えた。また、近藤の周りには料理上手な友人がたくさんいることを明かし、ベッキーや吉高の名前も挙げ、みんな共通して言えるのが、急に言ったとしても何かしらすぐ作ってくれる。作れる腕がある。これって、実はすごいこと日々やってないと無理いい女たちです。と称賛した。そして、外出自粛で自宅にいることが多いこともあり、いつかのために私は今、腕を磨こうと思うのです。と友人らを見習って自炊した料理写真を公開。あれ？この量、怪しいな、春菜、一人暮らしだよね。鮭二切れ、アボカド丸々一個。二人分じゃない、誰かと暮らしてるんじゃない。匂わせじゃない、って思った方、と呼びかけると、いないか、とポツンとつぶやき、みんなの予想通り、これを一人で食べきったよ。食べれるもんだね、と自嘲気味に綴った。この投稿にファンからは、春菜さんのお料理、とても美味しそう、お料理。素敵、朝から笑いをありがとう、面白い、バランスがいい食事見習いたい、こういう家庭的なご飯が一番だなって思います、本当に。一人分ですか？などのコメントが相次いでいる。